go to bbc.co.uk。 しばしの間ですけど、ちょっと付き合ってください。トラックメイクもリリックも自分でやってます。国際中大学クロム仙台、いや、ちょっと聞いて。現実に戻った途端に不幸が待ち受けている者もいる。そういう連中の夢を取り上げ、あんたは責任を負えるのかね。負えないわ。でも夢は現実の中で戦ってこそ意味がある。お前は一体何者だ。笑い男だ。笑い男。あの3度目ですけど、わかります？あなただったらあの現象を何て名付けますか？スタンドアロンコンプレックス。イエス、スタンドアロンコンプレックス。スタンドアロンコンプレックス。すべは何も知らないが、耳局長主催で仮面をかぶる。自分を決してここを主張する。我こそがラピンメン、武器をつかむ。世に抗うすべは何も知らないが、耳局長主催で仮面をかぶる。自分を決してここを主張する。スタンドアロンコンプレックス、武器をつかむ。太陽が無機質に顔を覗かせ、ザメカラスたちが朝を告げる。窓を開けるとどこか空虚な灰色の眼差しが僕を見下した。錆びついた体と限界の心臓を全米人形が刹那に背負い込む。共和音が織りなすハーモニーを奏で、くぼんだ像からの歪んだ眺め。毎日がスクロールの連続のような、面倒くさそうにまたカーテンをめくるんだ。嘘みたいな暗いこの整った世界は、実はインチキで塗り固められた嘘だけだ。自由という名の鎖にただ繋がれた僕も、青い鳥にただ憧れていた。そんな毎日を抜け出したかった僕はふと見つけたんだ、青い羽を。世に抗うすべは何も知らないが、耳と口を塞いで仮面をかぶる。自分を決してここを主張する。我こそがラピンメン、武器をつかむ。世に抗うすべは何も知らないが、耳と口を塞いで仮面をかぶる。自分を決してここを主張する。スタンドアロンコンプレックス、武器をつかむ。青い羽をたどってついた先は、町外れの埃りかぶったような映画館。どことなく淡く懐かしい、ぶらけた音声や照明が他の象形か。古臭いタイトルが僕の足を止めた。映画の主人公は僕によく似ていて、していて気な態度で大人を見ていて、未成年らしく青さに抗う姿勢で、クライマックスに彼は最後よく笑い、気づくと僕も客も同じように笑っていた。クロールするエンドロールが僕らを照らした。マトリックスがどちらかってことに気づかされた。この傷が裂けた僕自身、誰なのか彼なのか思いなのか、キャン24時間ふと考えたが、僕自身が彼だってことに気づいたのはずっと後になってからだ。太陽が無機質に顔をのぞかせ、ザメカラスたちが朝を告げる。窓を開けるとどこか空虚な灰色の眼差しが僕をまた見下した。現実からどうにか抜け出したいと、ヤキになってまたひたすら奔走する。青い鳥を信じ、カゴから抜け出す。鎖がちぎれるまでこれあり続ける。どにあらがすべは何も知らないが、耳と口を塞いで仮面をかぶる。自分を決してここを主張する。我こそがラピンメン、武器をつかむ。世に抗うすべは何も知らないが、耳と口を塞いで仮面をかぶる。自分を決してここを主張する。スタンドアロンコンプレックス、武器をつかむ。今生きてる現実が本当かどうかなんてことは、目に映るもの全てが物語ることはできない。相も変わらず俺はマトリックスの中で生きているのかという疑問さえも抱く。いや、スタンドアロンコンプレックス、効果機能体。現実には見えないものばかりを信じてはいけない。いや、花いかだが湧く色づく風、夕
影や角手を伸ばし染めるまで咲くはずもない秋空の下を春を思い出し僕は旅をした。思いを両手いっぱいに交差して湾曲した明け明けを両手にかざす。知ってますか、桜の花びらが舞い落ちる瞬間秒速5センチメートル。